八王子市立看護専門学校は東京都八王子市にある看護専門学校である。卒業すると看護師国家試験の受験資格等が得られる。人間の尊重を基盤とし、一人の人間が人格を尊重され、生きること、生きていくことのために人間を身体的、精神的、社会的側面から幅広く統合された存在として捉え、基本的欲求が充足し、 自立できる、要支援できる、看護師の育成を図る。学校教育法及び保健師助産師看護師法に基づき、看護師として必要な知識、技術、態度を養い、保健医療福祉チームの一員として社会に貢献できる有能な人材を育成する。生命の尊厳を基盤とし、人間を身体的、精神的、社会的側面から統合的に幅広く理解する。 能力を養う。あらゆる健康レベルや生活の場に応じて健康問題を科学的根拠に基づき判断し、看護を実践できる基礎的能力を養う。保健医療福祉に対する社会のニーズに対応でき、保健医療福祉チームの一員として調整の役割を果たす能力を養う。看護専門職としての倫理観を培い、対象を尊重し、 他者との人間関係を円滑に営む能力を養う。感情豊かな人間性を目指し、自己教育力を身につける。高等学校、または中等教育学校卒業者及びこれと同等以上の学力を有する者看護学科3年、家庭。ありがとうございます。